岸ミラクルは日本の競争馬である。2002年に人気薄ながら菊花賞に勝ち、その後も天皇賞、宝塚記念を制覇するなど中央競馬で活躍した。2001年の幅、トレーニングセールに上場され、安倍正一郎に682万5千円で落札された。デビューは2歳の夏。デビュー直後は短距離を中心に使われていたが、 結果が出なかったため中距離を使われ始める。しかし、そこでも勝ちきれないことが多く、初勝利は2002年5月26日の中京競馬第2競争だった。この日は谷野ギムレットが勝利した東京優春と同日だった。その後は阪神競馬の条件戦で2勝。特に500万した特別の目不特別は小馬審査であった。上、ダンツフレームが勝利した。 同日の宝塚記念のタイムを上回る高時計だった。菊花賞トライアルの神戸新聞杯にも出走したが6着に終わり、菊花賞の優先出走権は取れなかった。それでも菊花賞を目指して出走登録を行い、抽選を突破し、菊花賞に出走することとなった。クラシック登録がなかったため追加登録金を払っての出走であった。 人気は10番人気と低かったが、スタート直後に1番人気のオリーズン安城の竹、豊が落馬市場内がどよめく中、自慢のスタミナを発揮。道中は、安城の角田光一がずっと手綱を、しごきっぱなしながらも第4コーナーで先頭に並びかけ、メガスターダムとゴール寸前まで競り合い最後は、追い込んできた16番人気のファスト立山を、花差しりぞけ優勝。 三連服が三十四万馬券と大波乱となった。年末の有馬記念に出走したが十一着。その後休養に入る。四歳となったひしミラクルは半身対象店から指導した。しかし十二着と惨敗。本番の天皇賞を前にもう一叩きとして大阪杯を使ったが七着。そして天皇賞に出走するも菊花賞後の惨敗続きで七番人気と評価は、 低かった。しかし、菱ミラクルは、喫下賞と同じように3から4コーナーでまくり気味に、順位を上げていくと、スタミナを活かして早め、先頭に立った。これに対し後続は追いつけず、GI2 勝目を上げた。菱ミラクルの次層は、宝塚記念に決まった。この宝塚記念は、前年の年度代表馬シンボリクリス S や有馬記念2着のタップダンスシティ。 この年の東京優秀優勝バネオユニバース、GI6 章、アグネスデジタルなどが出走し、菊花賞、天皇賞と GI を2章しているものの距離不足が懸念されたヒシミラクルは6番人気であった。レースでは最後の直線で先頭に立ったシンボリクリスエスが伸びを書き、タップダンスシチーが先頭に立った。しかし、 外から菱ミラクルと鶴丸ーイが追い込んで最後は2頭の一気打ちとなり首差菱ミラクルが出て GI 連覇を達成した。これまでのレースはまくりや早め戦闘などで勝ってきたが先行馬が伸びを変えたこともあり今回は直線勝負をして差し切るという新たな一面を見せた。秋は GI3 連戦を目前にして京都大賞典に出走。ここでは 今までの休養明けとは違いスムーズに先行して、タップダンスシチーの2着となった。しかし、秋の GI 戦線本番というところで、つなぎ人体炎を発症してしまい1年間休養することになる。復帰したのが次の年の天皇賞だったが、結果は16着。続く、ジャパンカップでは、騎士ミラクルの18番とも言える早め戦闘作に出たが9着。 しかし悲観する内容ではなかっただけに、有馬記念に期待がかかったが、ここでも4コーナーで先頭に並びかけたが14着に、敗れた。2005年は2月の京都記念から始動し、60kg の金量を背負いつつも3着に入るが、続く天皇賞では16着と惨敗した。レース数日後には、右前足つなぎ人体炎を再発していることが判明し、引退が決定した。 種ボバになった菱ミラクル競争馬引退後、北海道静内郡静内町のレックススタッドで種ボバとなった。GI 参照の実績とは裏腹に、成績に村のある現役時代の穴馬的側面や地味な母方の血統により生産者の間では敬遠され気味で種ボバ入りが決定した当初もなかなかつなぎようする種馬場が決まらなかった。 同じサッカーボーイ3区の種ボバ成田トップロードの死亡により数少ないサッカーボーイの後継種ボバの筆頭となっていたが種付け数も共用初年度は22頭、2年目8頭、3年目8頭と伸びなかった。中央競馬でデビューした馬もいるがほとんどが本馬の馬主である安倍正一郎名義で登録されている。2009年から初年度3区がデビューしているが 勝ち上がり率は低く、低調な滑り出しとなっている。2010年の種付けシーズン終了をもって種ボバを引退し、11月1日に中村正明牧場へ移動して、余生を過ごしている。角田の後輩である藤田真嗣の著書には、角田さんがどうしてもの分け特別を勝たせたい馬がいる。ここを勝てば菊花賞は、取れる年切りに行っていた馬がいた。 それがヒシミラクルだったというエピソードが載っている。角田はヒシミラクルをずぶくて仕方ないがスタミナは無人像と評価しており、レースでもスタミナを生かした戦法を取ることが多かった。宝塚記念の勝利ジョッキーインタビューでは、どのタイミングで追い出したかという質問に対し、スタート直後から追っていたとヒシミラクルの特徴を捉えたジョークで返していた。 菱ミラクルが競馬というジャンルを超えて一躍有名になったエピソードに宝塚記念における大口の投票があった。前日発売が行われていた土曜日の11時頃にウィンズ新橋で一人の中年男性が安田記念の的中単勝馬券の払い戻し金と引き換えに菱ミラクルの単勝を1222万円分購入した。購入前9.7倍を示していた単勝オッズは 彼の投票によって1.7倍の圧倒的一番人気となり、その後はオッズを上げていくものの前日オッズでは二番人気で、日曜日のスポーツ紙に、菱ミラクルの単勝に1000万円の見出しで大きく取り上げられた。菱ミラクルの単勝オッズは、最終的に16.3倍の6番人気に落ち着いたものの、菱ミラクルがレースに勝利したためその、 払い戻し金は1億9918万6000円もの高額となった。馬券を購入した男性には馬名にかけて、ミラクル、おじさん、または払い戻し金にかけて2億円おじさんという通称がついた。さらにその後もワイドショーで取り上げられたり、適中させた男性を装う人物が現れて、配当金を全て寄付すると JRA に連絡があったりした。 なお的中させた男性が実際に配当金を受け取ったかどうかは JRA も公表していない、ため定かではない。騎士ミラクル安城の角田孝一騎手もレース前日にこの事実を把握しており、優勝騎手インタビューでは、その単勝をかけた人は、僕以上の勝負師ですね、と語っていた。JRA の2014年度宝塚記念のコマーシャルに2003年宝塚記念をモチーフにした。 CM が放映された。父のサッカーボーイは、長距離を得意とする参考を輩出している。詳しくは、サッカーボーイを参照。母春作よしこは参戦未勝利だが、兄にエプソムカップで2着のダイワー・ジェームスがいる。メス系先祖の道朝は、菊花商馬、赤根天竜の母。7代前まで内国産という日本土着メス系である。ありがとうございます。